バレー、男子日本代表発表、ブラン監督が会見、2大会連続のオリンピック出場、広域財団法人、日本バレーボール協会は、男子日本代表の2022年度、登録メンバー35人を4月4日、月曜日に発表し、フィリップ、ブラン監督と南部省事男子協会委員長が記者会見を行った。ブラン監督は、日本代表の監督として、新たな冒険の幕開けを楽しみにしている。 あらゆる策を講じ、オリンピックの出場権を獲得できるようにしたい。困難であることは認識しているが、2大会連続のオリンピック出場を達成したいとコメント。また、今年開催される世界選手権については、オリンピックの次に重要な大会、出場する全チームに目標があり、それぞれのチームが全力を尽くしてくる。最初の目標は、第1次ラウンドでキューバと、 カタールに勝利を収め、第2次ラウンドに進むこと、世界選手権の第3次ラウンドは、世界のベスト6に相当するので、難しいことだと思っているが、大会ベスト10を目指すことで、チームに良い結果をもたらすと考えていると話した。リモート会見では、今年度も男子日本代表の首相を務める石川由紀の音声メッセージが公開され、東京オリンピックに出場した選手、 出場していない選手関係なく、今年から集まる選手一人一人が、すべての試合がパリに繋がっているという意識を持って、これからプレーしていくことがとても重要。今からパリオリンピックの出場権獲得という一つのゴールを共有して、チーム一丸となって突き進んでいきますとコメントした。チームは6月より始まる VNL に向けて、まずは4月14日。 木曜日から国内合宿をスタートさせる予定。